フィジークで優勝するための俺の腕トレ。1種目目はワンハンドダンベルカール。1種目目に高重量でトップに負荷を与えていきます。2種目目はイージーバーバーベルカール。この種目もトップに収縮を狙って開けていきます。3種目目はワンハンドプリチャーカール。この種目で二頭筋にストレッチを強くかけていきます。4種目目はバーベルリバースカール。この種目で前腕と長頭に強く刺激を与えていきます。5種目目はバーベルのフレンチプレス。この種目で三頭筋に強くストレッチをかけていきます。6種目目はバーベルを使ったナローベンチプレス。この種目は高重量を使って4から6レップ三頭筋で上げ切っていきます。6種目目はケーブルを使ったオーバーヘッドエクステンション。この種目で三頭筋に強くストレッチをかけていきます。ラストはケーブルプレスダウンで強く収縮を与えておしまいになります。最近は腕が弱点なので種目数多めに三頭筋多めでやってます。本日もご視聴ありがとうございました。